雪の下は、雪の下か雪の下族の植物。別名、井戸草、ご自草。山地の湿った場所に生育する草本で、観賞用に庭にも植えられる。脈に沿って縞模様のブッチが入った丸い葉をつけ、初夏に下2枚の花べらだけが大きな白い五弁花を咲かせる。細い枝を伸ばした先に、新しい株を作って繁殖する。春の山菜として植されるほか、 薬用にも使われる。和名雪の下の語源については諸説ある。一説には雪が上に積もっても、その下に枯れずに緑の葉があるからとする説や、白い花を雪に見立て、その下に緑の葉があることからとする説がある。このほか葉の白い縁を雪に見立てたとする説、垂れ下がった花びらを下に見立てて、雪の下とする説などがある。学名のストラニファーは、 ほふ枝で増えることから来ている。ドイツ名のユーデンバールと英名のマザー・オブ・サウザンスは同様に糸状に伸びる層で枝に由来する。中国植物名にもなっている。コジソウとは葉の丸い形や模様が虎の耳を連想させるから名付けられたと言われている。日本の地方により、井戸草、耳だれ草という方言名もある。俳句ではカモアシソウと書いて、雪の下と読ませることが多い。 夏の季語。花言葉は、情愛、切実な愛情である。日本の本州、四国、九州及び、国外では中国に分布する。谷川べりなど、低地の湿った場所や、半日陰地の岩場や沢沿いの石垣などに自生する、常緑の多年草である。人家の庭の日陰や池垣に栽培されることも多い。草丈は20から50センチメートルになる。葉は、 根元から長い傭兵を出して、ロゼット状に集まり、形は円形に近い腎臓型で、やや長めの毛が目立ち、表面は暗緑色で主脈に沿って、開白色の縁が入り、裏面は全体に暗い赤みを帯びる。範囲は荒く、浅く、切れ込みが入る。本種は種子による、種子繁殖のみならず、親株の根本から、地上系である。 格子色の層デーを四方に出して、先端が根付いて粉絵を作り栄養繁殖する。北半球での開花期は5から7月頃で、高さ20から50センチメートルの花形を出し、塩水花状を形成して、多数の白い花をつけて目立つ。花は五弁で、この内上の3枚が小さく濃厚色の斑点があり、基部に濃厚色の斑点があり、下の2枚は大きくて、白色で細長い。 花弁の上3枚は約3から4ミリメートル、下2枚は約15から20ミリメートルである。本種の編集、または品種とされる星崎雪の下には、こうした特徴は現れず、下2枚の長さは上3枚と同じくらいとなる。雪の下のおしべの数は10本、めしべの数が1本で、めしべにュウが2本ありき部は黄色い花番に取り囲まれている。しべは、 メシベよりも先に熟して、花粉を放出してしまう、私有異熟のため、メシベに地花の花粉がつくことを避けている。花柄と学編には、格子色の専門がある。開花後、長さ約4ミリメートルほどの卵型の果てを実らせ、先端は2個のくちばし状。種子は、ごく小さな0.5ミ、mm、リメートルに満たないサイズで、全体に、焦げ茶色あるいは黒色であり、全体に、 ほぼ楕円形の不定形をしていて、表面には縦筋がありこぶ状突起が多数備えられている。古い分類のクロンキスト体系では、バラ木となっていたが、APG 植物分類体系、第2版では雪の下目となり、雪の下かの雪の下属となる。観賞用で人家の庭に植えられるほか、薬草や山菜などとしても利用される。栽培では湿った半日影を好むので、 地範の岩の上などに植えると趣が出る。不入りの葉の品種が普及している。漢方薬の薬味として用いられることはなく、民間薬として用いられた。葉には、硝酸カリウム、塩化カリウム、ベルゲニン、タンニン質などを含んでいる。硝酸カリウム、塩化カリウムには、利尿作用があり、ナトリウムと結びつきやすいため、取り過ぎた塩分を体外に排出させる効果がある。ベルゲニンは、 権意、下痢止めに役立つとされている。5から7月頃の開花期によく生育した葉を採集して日干ししたものが木薬になり、小薬名はないが、小児草と呼んでいる。民間療法として、体のむくみ、胃もたれ、下痢の時に、小児草追加治療5から1 0ムを約 600cc の水で半量になるまでとろびで煮詰めた煎じ液を 食感3回に分けて服用する用法が知られている。また民間では醤油を用いており、葉を火で炙って、柔らかくしたものが、腫れ物などの醤油に用いられ、闘症や霜焼け、火傷にも使われた。醤油をすりおろした絞り汁は、脱脂麺やガーゼに含ませて、耳だれ、中耳炎、漆によるかぶれ、虫刺され、湿疹の患部につけると聞くと言われている。 小児の引き付けには、小葉を少量の食塩で塩もみして絞った小さじ5杯ほどの絞り汁を飲ませると応急措置として一時的に効くとされる。風には、雪の下の葉 20g、氷砂糖、生姜一片を加えて煎じて飲むと良い。乾燥させた茎や葉は煎じて下熱、下毒に利用する。葉は山菜として天ぷらなどにして賞味される。 葉の裏面だけに薄く衣をつけ、揚げたものを白雪揚げという。このほか、茹でて水にさらし、お浸し、ごま和えやからしあえとしても調理される。葉の裏側の表皮細胞は赤い色素を含むので、原形質分離が観察しやすい。そのため、高校生物の浸透圧の実験などによく用いられる。ありがとうございます。